おばんざーい。本日はですね、フットサルパライーゾ東陽町で、撮影していますね。本日のですは、あのゲストはですね、これはすごいですよ皆さん。 TikTok と Instagram で、 TikTok はもう90万人の登録者数がいて、 Instagram は56万人のフォロワーがいますからね。ゲストはこの方です。はじめまして、 TikToker の木村太陽です。よろしくお願いします。これは木村太陽さんです。よろしくお願いします。ねえ、 TikTok とか Instagram で結構バズってるということですよね、はい、でね、これ皆さん、あの見てもらったら分かりますけどね、結構いろんな技をやってるんですよ。これちょっとボールもらっていいですか。あのドラゴン、なんでしたっけ。ドラゴンステップオーバーです。ドラゴンステップオーバー、これがこの太陽くんが一番最初にバズった技なんですけど、この技をちょっと、はい、どんな感じかちょっと見せてもらっていいですか。これです。まず、うん、あの小指でここまで持ってくる、うん、小指で、はい、はい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 、ロールして、うん、持ってきます、うん、でこれをこっちに流すと同時に、うん、こっちの軸足を飛び越えるんです、うん、なるほどなるほどなるほど。で回ってるように見えるんですけど足が、うんうんうん、実際こっちは飛び越えてるだけなんで、うん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 、やってもらえれば、うん、簡単時間になるんです。簡単ですか。まあ、バンドは、まあ、言ったらドリブル系じゃないですから、ドリブル一切できませんから、ゴールを取るっていうのだけありますけど、こっからこういう感じね。あ、そうです。でこっちの足を流すと同時に、うん、こっちの足を飛び越える。あ、そういうことだ。危ねえ危ねえ危ねえ。ちょっとこれ肉離れしそうになった今。これが結構こっから、あ、だいぶこっちから行った方がいいやん。あ、そうです。そっから、うん、こっから、あ、そういうことです。こういうことね。ボールを流す。これまずこっからこうい、あ、そういうことです。そういうことです。そういうことです。万歳。バンドがちょっと今日はディフェンスとして太陽くんのボールを奪いますよという感じでですね、3本勝負ですかね。3本勝負をちょっとやってみたいと思います。どうですかね。いや、すごいプレッシャーがあるんですよね。最初はおばんざい、じゃんけんぽい。おばんざい先行で。先行。じゃあここで、行きたいと思います。じゃあやっていきます。おお。いやっぱりね、見てましたよ、バンドも。これちょっと早かったですね。動きが早いですね。あれはちょっと、今はどういう感じだった。今の技は、うん、シザースって普通、右、うん、左でいくと思う。うん、そうね。けど、ここで、うん、シザースで、うん、ここで1秒してついてこっち行くんです。そうなんですよ。まあ、あんまりその、俺もディフェンスめっちゃやるわけじゃないけど、またいだ時に、ついがめっちゃ早かった。ね。で、この足が、次の加速の足なんで、ここでクイック。なるほど、はい、加速の足になるんやな、はい、いやだからまあ俺もまあ一応こうやってたわけ、はい、よくあるのが渡いでこっち来るからこうやるにみたいな感じやけど、またがれたから右でまたいでもう一回こう右に行くんです。動けませんでした。全然動けませんでした。いやこれですよ、今のこれがね、ねえ、大学くん、よくあるやつよね。よくあるシザースです。よくあるシザース、はい、よくあるシザースやりました、今。よくあるシザース、これは俺が持って行って、まあ、よくあるこっちにやってこう。でも全然普通に追いつかれて、まあ、シュート打つこともできたけど抜いてないから、シュート打つもないやなと思って、まあちょっとやられました。おおおー、これはすごいですわ。これはびっくりしました。これはもう動けなかったです。これは
いやいや、あのね、ゆうとくんがですね、こんなんやってるのよ、あの気持ちもちょっと分かったわ。今の全然意味が分からなかったもん。今のは言ってたドラマスコーガです。あれが、はい、あれがあれがですか。あれがそのです。いや、もう今はもうこのここ見てるだけで今何が何か分からなかったもん。とりあえずまず、うん、両方静止した状態の時に、うん、こっち、うん、このボールを右側に出すと同時にこっちまたくんで、うん、あ、いや、これは分からんわ。今はもう何が起きたんかも俺には分からんかったんや。ほんま、この先教えてもらったドラゴンステップオーバーか最後分からんかったわ、ほんまに。ほんとディフェンスからすると初めての動きが多分来ると思うんで、うん、やっぱり対応できないっていうか、できひん、はい、え、何ってなって終わっちゃう。いや、マジで今分からんかったこれがドラゴンステップオーバーか。もうネタがないです。何やって分かった。分かりました、うん、あ、そうそれをやりたかったんやけど全然やっぱできんかったわ。まあよくある、何、エラシコ。エラシコですね。エラシコはそれをやりたかったよ、はい、今のようやるやん。今でやるしね、はい、これやってこうしてもう全国のちびっこに言っとくわ。失敗してもいいんや、あ、やることに意義があるから。余裕の2対0で負けてますけど3本目もやりたいと思います。足も出さずにちょっと呆然とやられてるから次足は出す。これや、これがやりたかったんや俺は。エラシコってやっぱり膝の向きが重要で、うん、膝の向きにボールが行くんです。あ、なるほど。こっち向いてれば、あ、そういうこと、はい、うん、膝がこっち向いてればこっち行きますし、うんうんうん、膝こう真ん中でこうは、うんうん、あ、確かに体がついてこないんで、うん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 、膝をこっち向けて、うん、次こっちに行きたい方向に、うん、膝ごと行く感じ。体と膝ごと。なるほどなんか違う？え、俺そんなやってないからさ、シュートしかやってないからさ。あ、そう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 。どうや？どうや？いやいや、これはもう惨敗ですけど、次いきますよ。このシンプルがやっぱり一番強いんですよ。でも外す、でも外す。しかもね、今ちょっと久しぶりのダッシュにね、やっぱりこう急にやとやっぱモールあんま良くないね。今のはもう得意技というか、基本的にもう一対一、もう縦に出してシンプルしたこういうの効くんですか。はい、やっぱこれがでも一番ね、シンプルで効きますね。結局のところ惨敗ですね。惨敗で惨敗惨敗で惨敗ですわ。なんかゆっくりでもいいから、他になんかこんな技もありますせみたいなのってあります？はありますね、うん、これ試合で使えるか使えないか別として、うん、やっぱりこの子供たちがこの技やりたいっていう入りで、そうね、はい、してみたいっていうので、うん、まあ一個としてやっぱりネイマール選手がよく使う、うん、ネイマール選手はやってるんですよ、うん、これを試合で、うん、ヒールリフト、うんうんうん、ネイマール版のあるよね。ここから、うん、こう持ってったんです。はぁ、これをネイマール選手は、うん、試合で相手が、うん、いろんな代表なのにやっちゃうんで、うん、確かにですけど、このまままっすぐだと、うん、こう当たっちゃうんですよ。ああ、確かに。これの大事なポイントとしては、うん、ボールこの引っ掛けると同時に、うん、体はちょっと横向くんですよ。ほうほうほう、下半身だけ。ほうほうほう。でこのまま、うん、こっち側に上げることによって、うん、体にも当たらないんで、うん、このまま上げるとか。なるほど、こうでこうやるってこと。はい、こっち、どっちもやりやすい方に。こっちやこれはどうでしたか。やっぱりすごい、うん、テレビの中の人の元日本代表のバンドさんとやれたのが、うん、僕にはすごいいい経験になりました。あ、今度はね、ちょっと那須大輔ぐらい読んでお願いします。あいつディフェンス専門やから、はい、
でも結構あいつの YouTube でもなんか結構高校生にやられてっからまあ今回ちょっと対決3対0ということでしたけど、ありがとうございました。ありがとうございます。